山田朝右衛門とはどんな人？首切り人切り社会の必要悪を引き受けた抗議処刑人。山田朝右衛門は江戸時代お試し御用という刀剣の試し切りを務めていた山田家の当主が代々名乗った名前です。つまり一人ではなく江戸中期から明治初期を通じて9代の朝右衛門がいます。首切り朝右衛門誕生まで。日本刀はどんな名工が鍛えた名刀でも実際に試し切りをしないと性能が分かりませんでした。そのことから刀剣の最終チェックとして試し切りをする慣習が日本に根付きます。試し切りには竹や藁なども使われましたが、戦場において切るのは人間なので、やはり素材としては人間が一番ということになります。こうして戦国から江戸初期にかけ首を切断した罪人や生き倒れの身元不明の死体が試し切りの素材とされ、よく公開で試し切りが行われました。江戸初期までは殺伐とした世相を反映して大勢の見物人が出るほど賑わいますが、太平が続くと人々は血を忌むようになり、試し切りは非公開とされ、幕府が任命した剣の達人が試し切りの任務を請け負うように変化します。江戸時代前期で一番有名なお試し御用は山野長久とされ、6000人も切ったそうですが、子孫に技量を告げるものがなく、お試し御用職を解かれました。しかし山野の弟子である山田朝右衛門貞武が自らお試し御用を願い出て、幕府はこれを許可。以来代々の山田朝右衛門は家業として罪人の首を切り、その肉体で刀剣の試し切りをするようになり、人切り朝右衛門の歴史が始まります。山田朝右衛門は幕臣ではなかった。お試し御用は腰物奉行の支配下にある劣気とした幕府の役目でしたが、山田朝右衛門は旗本や御家人ではなく最後まで浪人でした。これは人を切るという役目が死の汚れを受けるため敬遠されたと解釈されがちですが、そんな不浄な仕事ならそもそも幕府の公式の役職に入るはずもありません。実際には2代目の山田朝右衛門義時が将軍徳川吉宗に家臣に取り立ててもらおうと思ったものの、機会を逸してしまい浪人身分が固定されたという説、あるいは幕臣に取り立てるとそれに甘んじて世襲の家系では試し切りの力量を満たさない者が出現する恐れがあるので、それを恐れて浪人に留めた説もあります。確かに山田朝右衛門の前の山野長久は幕臣でしたが、子供に試し切りの技量を持つ者がなく、お役御免になっていて、こちらは信憑性がありそうです。またもう一つは、もし幕臣になると公儀で定めた役目以外の収入が得られず貧しくなるので、朝右衛門自身が望んで浪人に甘んじた説もあるようです。子供に家を継がせなかった山田朝右衛門。歴代の山田朝右衛門は多くの弟子を取り、当主が役目を果たせない時は弟子が代行しました。山田朝右衛門が多くの弟子を取った理由は、実施にこだわらず常に弟子に技量を競わせ、抗議処刑人としての腕前が最も優れたものを後継ぎにするためでした。またもう一つの理由は、実施に首切り家業を継がせたくないと考えた親心とも言われ、実際山田朝右衛門家で父子相続が成立したのは初代と2代目、7代目の山田朝右衛門義時と8代目山田朝右衛門義時の2代だけで、あとは弟子が家を継いでいます。江戸時代が進むと山田朝右衛門自身にも人間の首をはね肉体を切り刻む仕事への嫌悪感が芽生えているのが分かり、痛々しい気持ちになります。それでも刀が武士の魂である限り、たとえ生涯抜かないとしても刀の性能は試さないといけませんし、罪人の首をはねる仕事は必要でした。山田朝右衛門はこの武家の社会役を背負い、太平の江戸の世を淡々と生き続けたのです。古大名並みの財力。山田朝右衛門は浪人で幕府から決まった治療をいただくことはありませんでした。しかし処刑された死体は山田朝右衛門の所有と認められていたので、この死体を使い刀の試し切りをして生計を立てていました。
戦国時代ならまだしも、江戸の太平の時代には人間の体を使った試し切りなど滅多にできず、それが唯一可能な朝右衛門のもとには全国各地から刀剣と依頼料が届きました。その依頼は膨大な数で、死体が間に合わないので朝右衛門は一度切り刻んだ死体を縫い合わせてから切り刻んだそうです。また自分で試し切りをしたいという人には死体を売り渡したり、死体から内臓や脳を抜き取り漢方薬の材料にするなどして売りさばいたり、吉原の遊女のために死体の小指を遊女の小指と偽って贔屓の客に売るなどして巨万の富を築き、その財力は古大名並みで、幕府の日光三景では300両も寄付しています。ただ歴代の朝右衛門は時々は豪遊もしたそうですが、大金を自分が首をはねた死人の供養のために寄付しました。裕福な生活が罪人の死の上にあることを自覚していたんでしょうね。また罪人の中には時世の句を読む人もいたので、三代目の朝右衛門からは罪人の心に寄り添おうと俳諧を学び、俳号も有していました。山田朝右衛門家の怪談。罪人の斬首は山田朝右衛門だけではなく、町方同心の役目でもありました。この時同心が罪人を斬首すると、刀の研ぎ台の名目で金2部が与えられる慣習だったそうです。しかしこの役目を朝右衛門に譲ると、2部のお金は同心のものになり、さらに朝右衛門からも役目を譲ってもらったと礼金が受け取れました。山田家には試し切りの依頼が大量に来たので、朝右衛門は同心たちに付け届けし、斬首があれば譲ってくれと声をかけています。こういうこともあり、事情を知らない人々は山田朝右衛門は役目を代わってもらってまで人の首を切りたがる血に飢えた人斬りだという噂も立てたようで、真偽不明の怪談も出てくるようになりました。例えば山田家では首を切る罪人が複数名いると、その人数分だけろうそくを灯してお役目に出ていき、朝右衛門が罪人の首を落とすとろうそくの炎が一人でに消える。こうしてろうそくの炎が一つ消え二つ消えして全部消えると、お役目が済んだと家人は噂し合ったというような怪談が伝わっています。またある日にはいかにも人相が悪い男が山田家を訪ねて金を貸してくれと要求し、山田家が断ると、じゃあ俺の肝を買ってくれ、どうせあんたに首を切られるんだ、その前金だと不気味に笑ったそうです。明治に入り歴史的使命を終える。徳川幕府が崩壊し、時代が明治になってもいきなり山田朝右衛門の仕事が消えることはありませんでした。八代目の山田朝右衛門義豊と弟山田義助は東京府衆係残役として明治政府に出資し、引き続き死刑執行の役割を担います。手当は当時のお金で1ヶ月5両でした。しかし時代は急速に変化していました。明治2年には東京府で試し切りが差し止められ、山田家の大きな収入源が断たれます。もちろん朝右衛門は嘆願書を出しましたが無駄でした。さらに明治3年1870年には太政官布告で軽視者の試し切りと人間の肝臓などの取り扱いが禁止され、山田家は大きな収入減を余儀なくされます。八代目山田朝右衛門義豊は1874年明治7年には残役職務を解かれます。弟の九代義房は試し切りの名人として大久保利通暗殺犯の島田一郎の斬首や独夫と呼ばれた高橋おでんの斬首で名を馳せますが、西南戦争も終わった1881年明治14年にはついに残役から市ヶ谷監獄書記となり、翌年には退職しました。こうして社会の暗部を背負って生きた人斬り朝右衛門の歴史的使命は幕を下ろしたのです。日本史ライターカワウソの独り言。明治に入り歴史的な使命を終えた人斬り朝右衛門ですが、罪人の首をはねて生計を立てる得意な山田朝右衛門の生涯は、作家や漫画家、映画監督のインスピレーションをかきたて、映画や小説、ドラマ、漫画の中で蘇ります。
多くの作品の中で山田朝右衛門は首切りという残酷な家業と人間の精神のバランスを取りながらも苦しみ悩む存在として描かれつつ、刀を抜いては凄腕の暗殺者という矛盾した存在として登場してきます。太平が当たり前の江戸時代に山田朝右衛門は確実に人の首を落とせる存在であり、また供養のために大金を散財した事実があるので、リアリティのあるキャラクターに仕立て上げやすいのかもしれませんね。またフランスにもムッシュドパリと呼ばれた死刑執行人の一族サンソン家がありますが、こちらも歴代のサンソンが人間としては内省的で立派な人物です。人の死を受け持つ処刑人は否応なく自己の死生観を直視するので、世の東西を問わずこうした重厚で深みのある性格になるのでしょうか。最後までご視聴ありがとうございます。今回のほのぼの日本史はいかがでしたでしょうか。これからも皆様と歴史を楽しむ、歴史を深める、歴史を話し合う動画をお届けしたいと思っております。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。これからもほのぼの日本史をよろしくお願いします。